はい、皆様こんばんは。仏教島研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、日蓮滅後の鎌倉室町戦国時代に勃興した日蓮系カルト教団の検証でございます。はい、前の動画ではですね、江戸時代、明治、大正、昭和時代に勃興した日蓮系カルト教団の検証をやりましたけれども、今回はですね、日蓮滅後の鎌倉時代、室町時代、戦国時代に勃興した日蓮系カルト教団の検証でございます。はい、そして主だったところで1、2、3、そして最後に退席時休戦日中ですね。はい、ここを検証してみたいと思います。はい、まず第1番目ですね、日清という人ですね。この方は1407年から1488年の方でございまして、久遠上院日清という方で、これ俗にですね、鍋かぶり日清というふうに言われています。はい、まあこの非常に、もう激しい拷問を受けてですね、もう熱い鍋をかぶせられたという非常にひどい拷問を受けた方でございますね。はい、そして今の日蓮宗のですね、京都本法寺の開祖でございます。はい、でこの方はどういうことをやったかっていうと、1427年に京都に上洛して布教活動を開始したということです。はい、でもう激しい釈仏布教をやったということですね。はい、まあ今日蓮宗はもうほとんど釈仏なんてやってませんけれども、当時は激しい釈仏をやってたんですよ。はい、でまあいわゆるこの釈仏布教型のカルトであるということでございます。はい、で非常にこの鍋かぶり日清がカルト化した原因の一つがですね、もともとはですね、この方中山法華教授の門流だったんですが、この日清とこの中山法華教授第7世の日流という人退席時休戦日中と同じ字書くんですけど、全く別人物でございます。はい、でこの中山法華教授の関東と対立してですね、中山法華教授から破門されちゃうんですよね。はい、破門されて、それで、その不自不正義を初めて唱えたということですね。まあ、いわゆるその日蓮原理主義ですね。はい、でその京都に行って布教活動をやって本法寺を創建するということになるんですが、この釈仏布教型カルトと同時にですね、日蓮原理主義型カルトになったということでございます。はい、そして1440年、室町幕府の第6代将軍足利義教に、立正遅刻論という書物を、まあ、贈送するわけですね。はい、でまあこの足利義教という人はかなりこの独裁的な政治をやった人で、この立正遅刻論を上奏したことによってですね、室町幕府第6代将軍足利義教から、まあ、激しい弾圧をされると。はい、で逮捕されて激しく拷問されて投獄されてですね、いわゆるこの時にですね、その熱い鍋をかぶせられたという激しい拷問を受けて、鍋かぶり日清という名前がついたわけでございます。そして、この日清が作った本法寺も破却されてしまうんですけれども、火吉の乱ですね、つまり足利義教が暗殺されるわけです。この足利義教の暗殺によって、この日清が赦免されて、本法寺が再建されるということになります。はい、でその後1460年に九州に行って、九州の肥前の国で、布教をしていたんですが、まあ、ここでまた弾圧をされると。はい、でそして当時の足利義政という将軍がいたんですが、その人に捕まえられて、その京都に護送されて禁錮されてしまう。はい、で本法寺が再び破却されるということになったわけですけれども、1463年再び赦免されまして、本法寺が再建されると、また再建されるんですね。はい、そんな感じで、まあ、激しいその釈仏布教型カルト、その原理主義ですね、原理主義型カルト、そして弾圧されたことによってまたカルトになるという激しいそのカルト的なことをやった方でございますが、現在の日蓮宗の本法寺は日蓮宗優勝寺院になっておりまして、全然今もう脱カルト化しておりまして、今はカルトではないということでございますね。はい、
続いてはですね、日蔵という人ですね。はい、この方は1269年から1342年の方で、京都妙見寺の開祖であります。はい。で、この方はですね、日蓮と知遇した方でありまして、日蓮から京都布教の遺命を受けた人だということで、まあ、日蓮宗の中では結構有名な方でございます。はい。で、この日蔵という人はどういう人かというとですね、1275年、まだ6歳の時ですけれども、日蓮からですね、京一丸寿養の本尊を授与されたということでございます。これが、原始伝法本尊ということで、これ、立正安国会が出している日蓮、神仏本尊書に載ってます。はい。そして日蓮の滅亡、日蓮が亡くなったのは1282年でありますので、その後1293年、日蓮からその京都布教を遺命されたわけですから、この京都布教を決意したということで、ちょうどその東国からですね、新潟、佐渡を渡って、それから北陸の七尾に入って、で今のその能登半島の白壁のところに明星寺っていうお寺があるんですけれども、まあ、そこを作ったと。ということで、そういう北回りのルートで、その京都に入ったわけですね。京都に入ったのが1294年でありまして、そこで京都で辻説法をしてですね、激しいその釈仏布教をやったということでございます。はい。そして、朝廷に対して上層部も出しているということで、まあ、釈仏布教型のカルトになったわけですね。で、どうも、まあ、布教をやっていったんですが、今度はですね、1307年、旧仏教側。主に、これはですね、比叡山延暦ですね。はい。まあ、他にもですね、御城とか言いますけども、日蔵が対立したのはですね、主に比叡山延暦です。はい。比叡山、延暦寺をはじめとする旧仏教側から弾圧されるということですね。はい。激しく弾圧されて、はい、京都追放の院宣が出されまして、まあ、この弾圧によってですね、さらなるそのカルト化が起こったということで、京都追放された後ですね、まあ、今度は京都以外の地で各地で釈仏をやったということでございますね。はい。そして1309年、まあ、赦免されるわけです。はい。赦免されて京都に戻って、また京都で布教するんですけれども、1310年に再び弾圧されると。ということで、また京都追放の院宣が出てしまうわけですけども、1311年に赦免されて京都に戻るわけですね。はい。で、戻ってまた京都で布教したんですけれども、1321年に3度目の弾圧を受けると。で、また京都追放の院宣が出てしまうんですけれども、この時はすぐに赦免されて京都に戻ってきたということであります。で、これ、自伝によれば、まあ、お寺の伝承によればですね、まあ、後醍醐天皇から辞令をもらって、京都妙見寺を創建したということになってます。はい。まあでも本当に後醍醐天皇から辞令をもらったかどうかちょっと不明なんですけどね。はい。まあ、とにかく京都妙見寺を創建したということです。で、1333年に鎌倉幕府が滅亡してですね、後醍醐天皇の建武の新政、まあ、建武の中興とも言いますけど、まあ、これが、起こったわけです。はい。で、その、1334年、まさにその、建武の新政の中ですね、後醍醐天皇より臨時をもらって、法華宗の集合、そして、勅願寺になったということでございます。はい。で、まあ、後醍醐天皇から臨時をもらったっていうことなんですけども、この臨時っていうのはですね、もう、その、朝廷の、その、大蔵どころだったかな。そこへ持っていけば、言えばですね、もう何でもこの臨時ってのは出してもらえたんですよ。はい。もう臨時の乱発っていうのはですね、この建武の新政の時に起きまして、まあこれが、その後醍醐天皇の建武の新政が潰れてしまう一つ大きな原因になったというのが、一つの評価になってますね。はい。で、その後ですね、この京都妙見寺は比叡山延暦寺と激しく対立してですね、比叡山延暦寺側からもう何度も京都妙見寺が焼き打ちをされているということですね。その焼き打ちの一つがですね、戦国時代にあった天文法華の乱もですね、あったわけですね。
これもその比叡山延暦寺側からの焼き討ちによってそういったことが起こっているということでございます。で、まあこの日常の時代はこうやって激しい釈仏教型のカルト、あるいは弾圧されたことによるカルト化が起こったんですが、で現在の京都妙見寺は日蓮宗大本山でありまして、七大本山の一つでありますね。全然今全然カルトではない、脱カルト化しておるということでございます。はい、はい、続きましてはですね、日龍という人ですね。はい、1385年から1464年の方です。まあ、慶林坊を日龍というふうに、まあ、特に言われております。で、この方は、京都本能寺の開祖でありますね。はい。で、この方はどういう方かというと、1396年に出家してですね、1402年に京都妙本寺。これはね、この京都妙見寺ですね。この日蔵が開いたこの妙見寺の4世1歳に師事したということです。はい。で、1410年にこの妙見寺、京都妙見寺の第5世月妙と対立したと。なんで対立したかというと、この日龍という人がですね、本尺小列儀を唱えたんですね。でこの本尺小列儀を唱えたことによって、この妙見寺の中で、その興味的な対立をして、まあ結局この日龍という人は妙見寺を退出するわけです。退出するっていうか、追い出されたというか、いわゆる破門同然に出ていったということですね。はい。そして1415年、その京都本能寺を作ると。これは今の、京都本能寺ですね。もともとは本王寺という名前だったわけですね。はい。そして、その後、その1420年に尼崎の本光寺を作るということで、その自分の拠点を作ってですね、それで布教を開始するということだったんですが、今度はこの本能寺がですね、この日蔵のこの妙見寺と激しく対立して、本王寺、本能寺がですね、この妙見寺によって破却され、焼き討ちされてしまうと。はい。この妙見寺はですね、その比叡山から、何度も焼き討ちされたんですけども、今度は本能寺に対して本能寺を焼き討ちする側に回ったということですね。はい。で、1418年に、その本能寺が破却、焼き討ちをされるんですが、1429年に本能寺が再建されて、この時に、本能寺と改祖、名前を変えると。改祖したんですね。で、どん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 布教が進んでいって、京都法華経愚通の霊場というふうになりましてですね。まあ、中世後期にはですね、洛中法華21箇寺の一つになったと。この21箇所の中にですね、その藤門流の常行院と、十本寺がある。この常行院と十本寺は後合併して今の京都妙本寺になるわけでございます。はい。で、応仁の乱以降ですね、京都町衆の帰依を得てですね、まあ京都はその大目の巷と呼ばれるくらいに、この京都本能寺の布教が進んだということですね。だからまあかなり激しい布教をやったということです。で、まあ、この日龍の死後もですね、この歴代の本能寺の貫通が地方に布教したということですね。はい。で、本能寺の第8世日照の時代にはですね、この本能寺の教団は、この京都のみならず、関西、北陸、瀬戸内、九州、種子島にまで布教をしたということで、かなり大きな教団に発展していったということでございます。が、1582年、天正10年6月2日の本能寺の変。まあ、織田信長が中殺された、あの、本能寺の変で、まあ、頓挫するということですね。はい。で、現在、京都本能寺は、法華宗本門流大本山ということで、今はもう完全に脱カルト化しているんですが、ただし、この京都本能寺から、まあ、この幕末の頃、物流行というのが出ましてね。いわゆる長松政府さんの今の本門物流宗の元になる物流行が出たということがあります。はい。で、この本能寺、法華宗本門流も、この今の本門物流宗もですね、この日流という人を日蓮の最短だというふうに教義的に意味付けているというのはあります。はい。ただまあ、体質的に、まあ、そん
なカルト的な体質からは脱却していると、今はそういうふうになっているということでございます。はい。でこれは常にこの日蓮系ではないんですが、同じくこの特にこの室町戦国時代にそのガーッと布教をやった教団としてですね、蓮如という人がいますね。この方は1415年から1499年の方で、本願寺中高の祖と言われています。まあ、本願寺というのは浄土真宗の本願寺ですね。この本願寺の第7世の法師でありまして、この方がですね、まあ、本願寺をもう全国規模の大教団にしたというふうに言われています。はい。で、その後、石原本門寺に拠点を移してですね、まあ、織田信長と対立して戦争したりなんかしてるわけです。はい。で、その、蓮如よりもちょっと詐欺なんですけれども、同じく、その、大きく布教拡大した教団として、信州仏光寺派、信州高田千住寺派というのがありますね。で、この信州仏光寺派はですね、この当時、全国に末寺が3000家寺になるぐらいの、巨大な教団になっていたということです。まあ今は全然そんな大きな教団じゃないんですけどね。当時はそれぐらいの巨大な教団になっていたということでございます。はい。そして最後に日蓮系のカルトの最後にですね、この日蓮という人、この人を挙げなきゃいけませんね。1402年から1182年の方で、いわゆる太石寺9世のホスですね。はい。で、この日蓮の時代ですね、1402年から1482年ですから、この時期がですね、鍋かぶり日清、それから本能寺の日蓮、あるいはこの本願寺の蓮如の時代と非常に重なる、かぶってるんですよね。はい。だから、この、太石寺九世日蓮のですね、開壇の大本尊、喜作の道家の第6番目。はい。その、布教拡大。これら多種の多聞のですね、布教拡大に対抗しようとして、開壇の大本尊を喜作したという検証を入れましたですね。はい。動画446でやってます。はい。だから、この時期ですね、ちょうど日蓮の同時期に、鍋かぶり日清、それから、その、天人坊を日蓮、本能寺のね、門流、それから、その、本願寺の蓮如上人の布教拡大があり、そして、それよりも先にですね、その日蔵のですね、日蔵門流の布教拡大があるわけで、こういったところに対抗しようとして、階段の大本の偽作のをやったということがあるわけでございます。ただし、この時代にその太石寺門流は全然布教拡大には至っていないんですよね。はい。そしてもう一つですね、湯の湯金山の金を失う前に布教をしようとしたと。まあこの太石寺九世日蓮の時代はその金の利権を持っていたんですけれども、当時、甲斐の国は漁師不在の状態だったわけですから、まあこれいずれ漁師が現れて、甲斐の国が統一されたら、これは金の利権を失うかもしれないと。その前にその布教をしようとして、海南の大本堂を偽作にしようとしたということを検証しましたですね。はい、これが動画459でやっております。はい。というところでですね、この太石寺九世日蓮のいろんなこの階段の大本尊偽作とかですね、日蓮本仏偽作などなどは、こういう多種多聞の布教拡大、その布教カルト、弾圧カルトの存在がかなり影響したということが言えるわけでございます。ただしですね、この鍋かぶり日清の京都本法寺、その日蔵の京都妙見寺、それから日蓮の京都本能寺は、まあこの後の時代に脱カルト化しておりましてですね、今は全然カルト的な教団ではありません。はい。ところがこの太石寺九世日蓮のですね、太石寺はまあ今に至るもカルト教団の体質を持っていてですね、でこれが20世紀に入ってですね、突然信者数が爆伸びすると。いわゆるその創価学会の作福大進撃とかですね、などなどによって信者数が爆伸びしているということでございます。はい。そしてですね、この、太石寺九世日蓮が、この鍋かぶり日清、京都本能寺の日蓮との影響を受けたと、
言えるのはですね、やはりこの二人と交流があったということですね。退席で9世日は1432年に京都に転送に行ってますんでね。はい。で、転送に行っているということ。そして、この鍋かむり日清が三大非行省の最古の写本を持っているということですね。それから、この日領の方は同じく三大非行省について偽証説を唱えているということで、この三大非行省っていうのは前の動画で検証しておりますけれども、退席で9世日清の義祖でありますんでね。はい。この三大非行省に、などによってですね、この、鍋かぶり日清とかですね、本能寺の日流と交流があって、そして、そういったところの布教カルトの影響を受けて、うちも布教をしたいということでね、まあ、階段の大本の偽作が行われたということがあったと。いうことですけれども、この時代に大石寺は全然布教拡大はしていなくて、これが20世紀に入ってから、そのカルト、布教カルトによって、その、信者数が爆伸びしたということになったわけでございます。はい。で、今回はですね、日蓮滅亡の鎌倉時代、室町時代、戦国時代に勃興した日蓮系関東教団の検証をお送りした次第でございました。はい、関連動画は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。